ブリッジトンはアメリカ合衆国メイン州南部海岸のカンバーランド郡に属する町である。2010年の国勢調査では人口5210人だった。メイン州の故障地域にあるリゾート地であり、私立プレパラトリースクールであるブリッジトンアカデミーがあるほか、毎年4オンザホースロードレースが開催されている。ブリッジトンは ポートランド・サウス・ポートランド・ビデフォード大都市圏に属している。ブリッジトンがまだ開発されていない時代には、ポンディシェリーと呼ばれていた。1768年、マサチューセッツ植民地議会からムーディブリッジズと一軍の領主に払い下げられた。1770年、現在のノースブリッジトン地区に入植が始まり、酒場が建設された。 その町は1779年にブリッジタウンプランテーションとして組織されて、ムーディブリッジズにちなんで名付けられ、1794年2月7日にはブリッジトンとして法人化された。スティーブンスブルックはわずか1.5マイルの長さだが、12の工場に水力を供給した。工業の中心として発展し、製材所、製粉所、毛織物繊維工場、川鍋芝、 加工場、レンガ工場ができた。後に、トウモロコシと野菜の加工工場が建設され、鋳造所、機械工場、シャベルのハンドル工場、サッシとブラインドの工場、缶桶工場もできた。水力を使って製造した商品が、1832年にポートランドまで開通したカンバーランドオックスフォード運河によって外部市場に輸送されると人口が増えた。 19世紀半ばまでに町の人口は約3000人になっていた。ポートランドオグデンスバーグ鉄道がブリッジトンを外して建設されると町は1883年に全国的な鉄道網につなぐために2フィート狂気のブリッジトンソコーカワ鉄道を建設した。夏の休暇客が鉄道や蒸気船で町に来るようになっていたが1919年に セオドア・ルーズベルト国際ハイウェイが指定された後は自動車の観光客が来るようになった。ハイウェイを使って移動する便利さのために九百三十二年には運河の蒸気船が廃止され九百四十一年には狂気鉄道もなくなった。美しい湖岸では子供たちの多くのサマーキャンプ場となり町の西部にあるスキー場のショーにピークスキー場がありブリッジトンは人気のある リゾート地であり続けている。ブリッジトンの町内には、地区として分類できるいくつかのビレッジと地域がある。すなわち、以下の通りであるアメリカ合衆国国勢調査局によれば、町域全面積は64.24平方マイルであり、このうち陸地は56.79平方マイル、水域は7.245平方マイルで、水域率は11.60%である。 ブリッジトンの東にはロング湖があり、そこからセベエゴ湖を経て大西洋に注いでいる。ロング湖にはスティーブンスブルックから水が注いでいる。スティーブンスブルックの水源はハイランド湖であり、ブリッジトン中心街のすぐ西にある。ウェストブリッジトンでは小ー,ーピークスキー場のあるプレザント山の一部がそびえている。プレザント山のふもとには人工湖のムース池があり、 ブリッジトン、デンマーク、スウェーデンの各町に入っている。ムース池からそこを川に流れている。ブリッジトンの気候は季節によって温度差が大きいのが特徴であり、夏は暖かいか暑くて湿度が高いことが多く、冬は寒くて時には厳しい寒さになる。欠片の気候区分によれば、湿潤大陸性気候、略号では DFB にある。 以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ブリッジトンはスティーブン・キングの中編小説、霧の舞台であり、同じくキングの SF 小説、アンダーザ・ドームの舞台チェスターズ・ミルの街のヒントになった。ありがとうございます。